綺麗ですね。この景色が大好きなんですよ。行きます、はい、レッツゴー。ここ右側隅田川でめちゃめちゃ綺麗なんですよ。アサヒビールの会社さんがあったりとか、スカイツリーがあったりとか、もうめちゃめちゃ夜景も素敵です。はい、My name is Misa, nice to meet you. 今働いてどのくらいですか？人力車は今3年目になります。3年、はい。働いたきっかけも、きっかけは、あの、私の知り合いが YouTuber でして、で、その YouTuber 面白くて、あの、人力車をアメリカまで持ってって、アメリカを走ってる、リキシャーズガンプって人なんですけど、その人が同じ会社にいて、今はアメリカにいるんですけど、人力車面白いよって教えてくれて、じゃあやってみようっていうことでやってみました。どうですか？あ、もうめちゃめちゃ大変でした、最初は。そうですね、なんか研修もすごい厳しい研修を受けて、クリアしたらデビューできるので、結構研修中に辞めてしまう人もいたりとか。まあ負けず嫌いなんで、負けなかったですね。部活はチアダンスやってました。体力ないです。でも、なんかお客様を楽しませる仕事がもともと好きだったので、前はウェイトレスだったりとか、なんか結婚式場のスタッフだったりとか、なんかそういうサプライズをするのが大好きだったので、まあ今も楽しく走ってます。あとはこんな感じ、スカイツリーのビュースポットがありまして、ここでも綺麗なお写真私がお撮りしてお渡ししたりとか、はいはい、奥にもございます。よいしょ。軽いです。軽いです。こんにちは。ちょっと工事、人力車は90キロくらいあります。人は250キロまで乗せることできます。はい、ちょっと下町見せてっていうコースにしますね。ですよね、なんか夏もこうやって走ってくれるので、はいはい、天然クーラーみたいな感じで回れます。あとはちゃんと UV カットもできますよって言ってます。お結構そうですね、最近落ち着いてきたからか、観光客の方が海外からも日本からも多いです。海外の人も大きいです。4回、はい、7分の4の確率です。よいしょ。
4回人力車で週3回は撮影の仕事してます。あ、なるほど、はい、じゃ詳しくインスタとか見ればわかります。インスタグラムと YouTube を、 ジャパニーズガールミサでチェックしてくださいありがとうございます。ちょっと直しますね。私ちょうど昨日髪をストレートパーマして、眉毛も昨日整えたんです。そうで明日の朝まつ毛もパーマします。じゃあまた明日来ます。ありがとうございますよいしょ。それに向けてちょっとチェンジしましたあの身長はない大丈夫です。どちらでも、もうどちらでも大丈夫、幅広いかもしれない。でもあの海外の方とかってレディーファースト、あの大切にしてくれるイメージで、大切にしてくれる人がいいですねまあそうですねうん。ちなみに話せる範囲で何がどんな感じだったんですか、今までの恋愛は。酒癖が悪い相手でしたから、うん、大変ですね、うん。じゃあちょっとお酒飲む男性ちょっと怖いなみたいなのありますか。そこまではないですか。お酒飲むのは OK なんですけど、飲みすぎは人を変えてしまうので怖いなっていうのがあります。なるほどお酒結構、ミサさんは飲むの？飲まない。私お酒好きなんですけど、そんな人が変わるほどは飲まないちょこっとしか飲まない。あの自分をコントロールできるならいいかなって思いますけどね。あ、できますできます。人力車もできます。ここが浅草らしい通りなので、あそこに左側お人形いるの見えます？よじ登ってる方。あれ歌舞伎の演目にも出てくる白波五人男さん。の一人です。この辺探すといっぱいいます。5人までいます。はい、伝法院通りって言って江戸の下町を再現してます。ちょっと江戸らしいですね。そうなんですよ、この地面もちゃんとこだわっていて土色になっています。あとは浅草食べ歩きができる場所いっぱいあるので、はいはい、まあ、こうやってテイクアウトしてもらって、はい、食べ歩きもいいですし、はい、人力車もドライブスルーすることできます。こんにちは。あれ食べたいとか言ってくれたら人力車止めて店員のスタッフのお姉さん持ってきてくれて、はい、小銭と交換みたいな感じで、ありがとうございますありがとうございますこんにちは。ここも人気です、ケロトーチさん。ありがとうございます、嬉しいです。はい、飲み物ねちゃんと積んできたので大丈夫ありがとうございます、ご親切に。この中屋さんが私の忍者シューズ、はいはい、この忍者シューズがたくさん置いてあります。はい、白もあるんですよ。白も気になってるんですけどね。何足だろう、結構買ってます。なんかすぐやっぱり走るとねどんどん削れてきちゃうので、
ちょっとちらっと浅草寺見えますね。見えました、はい、浅草寺の話も面白くて、はい、もともと浅草寺って、はい、ちょっと待ってください、声が続かなくなってきた。よいしょ、ありがとうございます。もともと浅草寺さんは、はい、まあ、ここでちょっと紹介すると、はい、浅草寺っていうお寺は村長さんのお家だったんですね、はいはいはい、で、もともと昔浅草は海とか水、はいはい、海でして、でそこに漁師の兄弟がファーミリオに出たところ、タケちゃん、ヤマちゃんって言うんですけど、はいはい、間違えました、カットしてください。これ使います。名前間違えました。ハマちゃんとタケちゃんなんですけど、はい、なんでヤマちゃん出てきちゃったんだろう。ハマちゃん、僕の名前ですね。え、山ちゃんですか？山フロムジャパン。じゃあ山ちゃんですね。どうぞ。浜ちゃんと竹ちゃん、浜成竹成さんがいて、はい、その兄弟が川見漁をしてたら、その中に木のかけらが釣れまして、魚はその日全然釣れなかったんです、はい、で、なんだろうと思ってその木のかけらまた戻すんですけど、はい、また釣れて、また戻してもまた釣れてっていうのを繰り返していて、はい、おかしいなって思って、それを村長さんに見せたところ、村長さん磨いてみまして、はい、え、これは観音様じゃないか、こんくらいの観音様を見つけまして、それをどうしよう、じゃあ私の家で自分が頭丸めてお坊さんになろうっていうので、村長さんのお家がどんどん大きくなってって浅草寺になりました、なのでこのくらいの仏様がいます。ありがとうございます。あとはここがですね、時の鐘見えますか、時の鐘がまずあそこ、あれは除夜の鐘鳴らす時、ここで鳴らしてます。ハッピーニューイヤーの時にゴンゴンって鳴らす鐘、よくテレビに出てくる鐘ですね。ありがとうございます。あとこっち側が七福神様の一人、女の神様がいらっしゃいまして、弁天様なんですけど、ここはさらに特別な弁天様で、老女弁天っていうおばあちゃんの弁天様がいるので、もう技芸上達のご利益があるよって言われてます。YouTube も強くなりますようにってお願いできますし、ここはなんかそのおばあちゃんの神様は恋愛もせずに、もう琴で琴の稽古に励んできたので、もう本当に恋愛しないでおばあちゃんになったので、ちょっとイチャイチャしてるカップルさんとかが来ると、はい、ちょっと怒っちゃうかもしれないですね。すごいですね。でもその代わりにちゃんと得意なこととか趣味とか極められるようにってお願いができる場所になってます。ここは来た方がいいですね。本当ですか？はい、全然大丈夫です。ありがとうございます。じゃあちょっとそこ端っこ寄せますね。なんか浅草寺のお話間違えちゃいました。いやだな。あんま真面目なああいうトラベル系じゃないんですよ。山ちゃんってどっから出てきた？こっちで飲まないですか？うん。いただきました。よいしょ。いけそうですか？まだ切れてないですか？まだ切れてないです。マイク大丈夫かな？さっき見た緑だった。よかった。じゃあ最後に二天門っていう門がありまして、もうちょっと先ですね。ここは全部イチョウの木なんですけど、そうですね、なんでイチョウの木かって、イチョウの木はお寺や神社を守ってくれるって言われてて、水分がたくさん含まれてるので火災の時にちゃんと守ってくれるんだよって言われてます。あとはここの立派な門が二天門っていうもんでして、ちょっとお見せすると、
あ、ここからもさっきの浅草寺、はい、見えますね。あ、見えますね。映ります、はい、さっき見せながら話せたらよかったかな。いや、大丈夫この二天門っていう門が、はい、門天にって書いて、はいはい、右から読むので二天門なんですけど。あ、そっか、昔の。そうです、そうです、昔の読み方です。で、ここの門は殿様とか偉い人しか通れなくて、私たち通ると首切られてしまうっていう門でした。なるほど。今は通り放題になってるので、殿様気分で後で歩いてみてもらって。わかりました。で、この門は全部釘使われてなくて、組み切れ、木を組み立てて作られてるんですけど、火災があった時にもこの二天門だけはちゃんと崩れずに立ってたので、もう重要文化財として今は雷門よりも古い門になってます。400年の歴史があります。400年。はい、めちゃめちゃお兄さんの門って言われてますね。はい、ありがとうございます。あとは東西南北の神様もいらっしゃいます。東西南北。そう、東西南北に神様がいるんですけど、はい、その2つの神様がここにいらっしゃいます。なので2つの神様で2点で2点門っていうお名前ですちょっと簡単な説明になってしまいましたが、はい、まあ、そうですね。私のお母さんとか歴史大好きで、人力車よく乗りたがるんですけど、やっぱ歴史の話聞けると面白いって言いますね。でもやっぱり若い子供じゃないか、女の子、男の子たちは、まあ歴史の話あんま面白くなかったりするので、そういう時はなんか別の話したりとか、お客様に合わせてます。そこにうちの会社の子がいますいますね。そしたらちょうど30分くらいなので戻っていきたいと思います、はい、今度ね、一応コースとしては YouTube 撮影じゃなかったら、次こっち側の浅草神社とか浅草寺も中ちょっと入ってお見せして、はいはい、あ、人力車で入れるとこまで入ってお見せして紹介してみたいな感じのコースになっております。やっぱり YouTube ってお寺神社さんとかはなんか難しかったり OK だったり。そうなんですよ。遠目からだったらここすごい綺麗に見えます。めちゃめちゃ綺麗本当ですか。そうかな。浅草は浴衣の方多いので浴衣で来るのもおすすめです。あ、そうなんですね。新宿めちゃめちゃ近いですね。でも浅草まで30分くらいですか。そうですね。あ、ここの？でもなんかもう新宿も観光地ですよね。歌舞伎町とかね。ね、海外の人からしたら夜の歌舞伎町とか面白そうですよね。あ、ねえねえ、結構それでバズってたりしますよね。うん、面白いインタビュー系が多いんですか。そう、インタビュー系。この間のその50万再生とかは、はい、どういう内容を聞くんですか。その日本の嫌なところっていうのを聞いてたら、女性の方からなんか海外の男性の話になって、
付き合ってたらちょっとそういう、下の方がみたいな、向こうから話しちゃって、いけるんすかってなって、どんどん。あ、それを2つに分けたっていうことか。いや、もうそれは全部カットえもう、本当の実際うん。うん。それはいいコメントなんですか？それは日本の人との話をしてるんですか？その喋った女の子も日本人との話？ああ。その子の彼の話も日本人ですか？その子の彼の話も日本人？面白い。ぜひぜひ。インタビュー系ですか？何？インタビュー系直線についてきたのかな。どうなんだろう。話せる内容と話せない内容があるかもしれない。そしたらカットする。なんか基本そうですよね。すごい。なんかそういう恋愛の話みたいな、はいはい、そこまでそんな深くじゃなくて、どういう人がタイプかとか、はいはい、どういう人とお付き合いしたかとか、はい、そういう話のインタビューは聞かれたことあるんですけど、はい、うん、まあそうですよね。5人くらいですかね。5人くらい、はい、ちゃんと数えてないですけど5人だと思います。もう私結構年なんで、いやいやいや何年くらいお付き合いしてますか？はい、なんだ、おいくつですか？ああ、じゃあ近いですね。内緒です。で、いつも動画の時だけそうやって言ってます。動画の時だけ内緒って言ってます。動画じゃなければ全然。みんな私の会社です。流れ的に。そう、パート2に。了解しました。了解しました。浅草の。根掘り葉掘りは聞かないでください。それはもうね、カットはできるから。一応なんか事務所所属なんで、そう、言えることと言えないことがあって、個人だったらね。戦いな。そう、個人だったら全然いいんですけど。こういう撮影は別に。人力車の。人力車に乗ってる時は OK で、うんうん、そういうのはプライベートになっちゃうから。そうですね。じゃ
本当に行きたい人は日本に来て、みさちゃんの人力車乗って、で、これ、タモリ聞くのが一番リアルだ。一番話せるかもしれない。この YouTube ライブとか、ここで、なんかね、聞きたいことが出てくるみたいな。あ、結構 YouTube ライブ撮られる方もいます。なんかもうライブをずっとやる方とかはいます。あとうちの会社毎日 TikTok ライブしてるので。あ、そうなんですか。私今日朝東京力車って会社の TikTok やってるんですけど、朝ライブして しゃべって、はいはいはい、夜夕方くらいには人力車の子たち日替わりで走ってもらって、私は乗ってコメント読んでみたいなやってます。結構毎日欠かさず、多分今1年半年くらいやってます。すごい。フォロワーさんどのくらい来てますか？7万とかだったかな。ちゃんと見てないです。あれも同じ会社の子。行きますね。え、容量大丈夫ですか？容量大丈夫ですか？え、すごい。大丈夫ですか？大事なものも消しちゃったんじゃないか。消してますよね。私も結構動画撮りながら容量終わっちゃったりとかして、はいはい、はい、あーみたいなのあります。なんか終わってから撮れてなかったって時ありました。そうですよね。あー撮れてなかったみたいの。カメラリモンですね。さっきの2点もって思ったカメラリモンの形似ているの分かります？似てます。そうなんですよ。もう2点もカメラリモン1回燃えちゃったので、で2点もができてたので、2点もを真似してもう1回作らせてもらった。実際カメラリモンが古いはずなんですけど、2点もの方がずっと残っていて、はい、でもう一回2点もと一緒にまた作ってみたいな感じになります。あ、行けたのに行くの忘れちゃった。大丈夫です。サービスですね。やった。渡れたのに忘れた。でも普段あれ、皆さんマネージャーだからあんまり行くことあんまないです、はい、私は予約いただいて走るようにしてます。うわ、高い。グラデーションしない。ねえ、予約してもらえたら嬉しい。でも一応マネージャーの仕事でここにはいるので、なんか当日今日みたいに急に乗れますかでも大丈夫です。でも土曜日日曜日は結構忙しくて、予約してもらった方がいいかもしれない。だから今日平日来ました。ナイスです。結構土曜日日曜日バタバタしてるので、 YouTube 撮影とか多分お時間ちゃんと取れないので、そしたら平日の方がちゃんとお時間取れるかなって思います。あ、でも遊びに来る分には土日でも大丈夫。YouTube じゃなかったら。失礼いたします。バイバーイ。綺麗ですね。この景色が大好きなんですよ。ただいまです。はい、下ろします。123。あ、そうだ、貴重なお時間ありがとうございました。それでは Thank you for watching。 何かあります？
I will wait for you. Thank you so much. Thank you for your time.